高いバウンドはショートが取って一塁へ。今宮が軽快にさばきました。ワンアウトです。この今宮の動きをご覧になりましょう。さすがに去年おととしのゴールデングラブ賞というところ、まだまだ余裕ありましたからね。まあもちろんですよね今ぐらいの頃はっていう感じじゃないですか。朝飯前どころかね、朝飯前どころか朝飯の支度前ぐらいの感じの今宮の涼しい顔で、まあセカンドベースよりね、ファースト側のボールではあったんですけど ね、当然ショートが行くべきボールですしね。まあ、井口選手はベッドスタートと言っていますが、まあ、井口よりも一つ年下、12月に40歳になります。クーラーです。一塁へ、今度も今宮見せました。千賀はちょうど投げた50球目、今度は先ほどと逆に三遊間寄りでしたが、大西さん今のプレーは、いやもうね、はい、打球飛んできた時点でね、バッターランナーも福浦選手って頭入ってますからね、まあ必ず間に合うという感じのプレーですよね。これもまだ余裕ありましたね。でストライク送球で、千賀投手が何か憧れの先輩を見るかのような、そうですね、こんな目でね、はい、ただこちらはまたクールな表情が続きます。